また骨刺さってややこしいもんな。いただきます。飲んでない誰も。お疲れ様です。やっと雨上がったし、コンドマリー、あ、本当によかった、光った。おおおお、ゆっくりかなあかん。鹿ちゃん跳ねる。うわ、いっぱいや。鹿の大群やった。おぉ、おぉ、嬉しい。うん、開いてるわ。あ、どうしよう、エンジョイ入り口。砂利なんやな。あっはっ、ゆっくりか。Putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a fall. I know they can't get me low, but I'm a. 誰も追ってほしくないけど追ってくれやな、ちょっとなんか。もう、おおほい、もう着いたかやなこれ。ああ、すごい。いいじゃん。おお、すごい。うん、うわぁ、誰もいい日、逆に怖い、誰もいい日やなんで。あれ、待って、トイレ閉まってるんじゃん。あはー、トイレ閉まってた。あー、もう残念だから誰もいい日ねーよー。いいんじゃないな。すごい。いつから開いてんのかな、トイレ。すごい。おお。残念やな。ああ。見て、このシダ。きれい。あら、いっぱい。わあ、すごい。わあ、めっちゃ綺麗なとこやんか。なんで開いてないんやろうな。あ、だいたい7月ぐらいからなんかな。もっと早起きすぎたんかな。乳輪と時計。早い。6月1日やって。ちょっと早かったんや。ちょっとじゃあ近所におって。ここはもう絶対ええわ。また後で来よう。面白いな。ほら、ぐる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 やってるやん。な、また6月1日に来たらゆっくり見えるし。ここはね、ゴミ捨て場もあって、炊事場も見たけどめちゃめちゃ綺麗。これは無料って最高。最高のロケーションやねんけど、熊出没注意。なんか、先月も出ました、みたいな書いてあったわ。怖いな。車内からこっから、1時間ぐらいのところに、オートキャンプ場、タッコブ、タツ、タツニコ、竹みたいなところがあったんで、そこに行こうと思います。うーん、もうええのになぁ。ではまた、6月1日に行きます。工事受付やな。皆様、なんと、私、ほんま、親な、もう、ちゃんと見とってよかったよ。1290円やって。で、200円やと思った。私、200円と、ブツブツって言ったら、200円は電源やって、電源代やって。無理やわ。そんな贅沢できへんわ。道の駅行こうか。今日はもう、しゃあないわ。うん。な。見て、今日の晩ご飯は、金時豆と納豆。豆&豆。寒いねん。そう。これ。だからもう帽子かぶってこれピチー生きて。ブシー。お疲れ様でーす。道の駅ってさ、泊まるの久々。すっごく寝てまーす。ごっくり。
味は食べないな。私ね、結構ガツガツ食べるから、あっという間になくなるのよな。うん。いつももうびっくりされるわ。もうバーって食べるから。早ーみたいな。そうなんです。だって口が大きいんだもん。普通の人の 1.5 倍あります。さあ、だから食糧難になったら大変やわ、これな。よっしゃ。納豆、な。これ体にいいよ、これ。おはようございます。恋を問う。恋問い？恋を問うポストです。恋問い海岸には僕たちを結びつけてくれた素敵な恋の神様がいるんだよ、やってー。豚丼が有名、豚丼買いたいんだけど開いてませんね。遅いんかな、開くの。ここに水道とチューチュー水もいっぱいあるけど、車で料理とかしたり、ここで洗い物とかしたら絶対なんか怒られそうやもんな。北海道白糠町恋と糸海岸。Aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Good food, good mood, but it's temptation. もうここでご飯食べるのやめて。食べにくいやんかやっぱな。あの車中泊場所じゃないもんね。だんだんそのマナーが悪くなって、道の駅も車中泊できません禁止ですとかっていうところも増えてきたっていうやんか。だから本当に仮眠で急遽寝る。っていう感じの場所に置いといてあげようとなぁと思います。まあ、そんな私みたいな、あの、バンライファーの意見、あの、行動がどうなるかわからへんけど、みんながそう思ったら、寝れる場所として置いとけるもんな。だから、あの、今からじゃあ、万世温泉キャンプ場に向かいます。受付してきました。フル代が500円で、キャンプ場は利用が200円で、ちょっとおトイレがね、ここ9時までしか使えなくて、それ以降は、簡易のおトイレやねんって。うん。でもまあ、海近にまで車持って行けるから持って行こうかな。はい。今日のディナーは、餃子30個。ちょっと豚少ない。100しかないけど、まあまあいいでしょう。で、キャベツ。で、いただいたニラを入れて作ります。ああ、もうね、ほら、カップルが来て、一番前のええとこにテント張り張ったわ。こんなとこ。うん。いいでしょ？あの、スタッフの方はめっちゃ感じいいよ。ニコニコっとして。いらっしゃいませ、みたいな感じ？うん。それやから別にもう会員のトイレもね、申し訳ないそうです。すいません。もう9時になったら、あの、会員の仮設のトイレなんですって言ってさ、そういう感じで言われたら、とか言われへんやん。な。仮設のトイレでもあるだけありがたいと思わなあかん。あれがあかん、これがあかん。言うてな。うん。200円でここ使えるんやもん。いやー、早っ！ここはなんかドッグランもあるって書いてあったから、ワンちゃん OK です。将来、ワンちゃん飼って回る時のために、ワンちゃんが一緒に行けるかどうかっていうのを概要欄に書いていったらええな。さあ、いろいろ進化しなきゃんかな、私の動画もな。さあ、この真ん中がニラの匂いで、プンプン。そしたら、これね、どんどん餃子を巻いていきます。見て、うまいでしょ？さあ、いらっしゃいませ。美味しい餃子、美味しい餃子、どうですか？お料理動画だけ別にしようと思ったけど、お料理動画を外したら私、そうやん、動画の内容が全然ないよね。あとは、まあ私が喋ってる ところもあるけどさ、ほとんど料理のほら、時間長いやんか。そう。観光もそんな行かへんしさ、あと車の中でうだうだ、あ、でもない、こうでもないで言って。それに付き合っていただいてるんです。ありがとうございます。じゃん。おー。では、いただきます。お疲れ様でーす。じゃあ、食べてみましょうかね。おほうカリカリが。で、僕お風呂入ってきます。寒い。ここからすぐ近くなんです。ビューっと。
万世温泉。午前8時から午後9時まで結構早くやってくれてる。ほら行ってきました。めっちゃいいよ。なんか赤い鉄分みたいな、でもあれだ、ヨードのお風呂やって、ヨード、ヨードチンキのヨードかな、ヨードチンキなんて今時言えのかな、ヨードのお風呂でした。うん、あったまったわ、気持ちいいわ。ね、タオルとかもちっちゃいタオルと大きいタオルはね、貸してくれんね。だからタオル持ってない人シャッチ上げでいいと思うけど、でも洗濯物はな減るやんか。うんうんうん、だからタオル借りて入って、うん、あのここ毎回お風呂に入らなあかんのかな。200円でお出してもらえんやったらいいけど、お風呂プラスのことやろな。家計簿つけます。家計簿をねちゃんとつけて、金銭管理をちゃんとねしないとね。お腹空いてきたんでご飯炊きます。うん、おはようございます。真っ白、こっち側ってすごい霧が出るんかな、これ。うわぁ、吹きにしたらごっつ、ちょっとなんか線が、いやでも吹きかな、遠かったらあかんかな。中が赤い、すごい吹きの匂い似てんねん。吹きやけどな。うわぁ、出れました。海、真っ白、真っ白です。あれ気持ちいいわ。炊事場あんねんけど、なんていうかな、ちょっと幅がな、広いんだよね。洗うとこの水道ここや。な？この距離。腰がちょっと痛いかな。ギーってしなかんからな。ギョーって。冷たいお水。おトイレあれ。まあ、中はもう見せへんけど。とりあえず、綺麗です。大丈夫。もう一日ね、この万世温泉キャンプ場に泊まることにしました。すっごいお湯が良かったんで。明日の行きたかったオロマップキャンプ場に行くねん。行く前に雲の出没がどうなんかを聞くようにって言われて電話して、あ、ね、そこの人めちゃめちゃ愛想よかった。で、雲はもう言うても山の中やから保証はできへんと。そう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 。でもまあそんなこと言っとったら北海道と雲行かれへんから。な、運命に任せて行きまーす。小雨じゃないんやけど、霧みたいなんが降ってる。うん。寒いわ。みんな薄着。寒い。いいな、みんなな、北海道の人は。ピャーッと来て、ピャーッと温泉入って、ピャーッとキャンプみたいな。ふわふわ卵焼き。冷え冷え。寒くないんや。私、外おられへんねん。寒すぎて。みんな外におりはんねんな。はい、では、いただきます。あー、最高。味噌汁最高や。お風呂入ってきました。昨日も入ったし、今日も入ったし。めっちゃくちゃ溜まる、ここの、陽度のお風呂。ちょっと赤いお風呂ね。なんか体に良さそう。ほんと毎日入りたいぐらいすっごい寒いからね。うん。でもそういうわけにいかへんね。一回500円。で、ここに200円だけ払って、キャンプ代が200円やから、で、もう一日おらせてもらえますかって聞いて、あかんねんって、セットやから。お風呂入ってのので、なんか700円、結局700円やねん。で、お風呂付きと思ったりとも、まあ全然安いけどね。うん。そう。で、Wi-Fi もあって、お部屋でなんか作業できそうやってんけど、全然間に合わず。やっぱ旅行中って週2回無理やわ。週1回でもいいかしら。うん。な、出ないと、ゆっくり旅もできひんし、そんなにみんな3日2回見たいとかそうでもないでしょ。ああ、週1回で十分じゃないの？年齢的にも。そんなに YouTube 見てる年代じゃないもんね。だから、土曜日の8時、8時では全員集合やん。な、操作してもらいます。ほな、乾杯やな。お疲れ様でーす。ああ、お湯で締めたということで、週1回土曜日、8時では全員集合。うん、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 うん。なあ、ほんまは昼間でもええんちゃうかなと思うね。はあ、55から65一番多いんやもん。いや、まだみんな仕事してるか。うん。これが、私もどんどん年齢上がって、65以上ばっかりになってきたら、働いてへんから、今度は土曜日の、吉本新喜劇の時間やな。1時やったかな。合わせた。うんうんうん。
さあ、それがそれがね、みんなの年齢とか、お仕事の都合に合わせて、させていただきます。はあ、じゃあ今日は、もうあんまないです、食べるもんが。でもね、ごちそう作れるんですよ、あるもので。うん。パスタ。ペペロンチーノ作ります。あれなんか、後ろ見てややこしいな。ガランドガランドガランドもんな。花かいな。なんか酒飲みのおっちゃんみたいになってきたんちゃうかな。もう顔とか体中真っ赤っかなんね。ほら、もう真っ赤っか。イエーってやつ。酒飲みのおっちゃんのウェーってやつな。はい。では、材料は、ニンニク、トカチ、清水ニンニク、業務スーパーで買った、アンチョビー、鷹の爪、昔ながらのスパゲッチボルカノで胡椒、クレイジーソルト、塩、胡椒ですね。今日はパスタだけ言うか。パスタだけでも食べれたら幸せなんじゃないですか。なあ。まあ、でも何回でも一週間経ったんですよ。早いな。油多め。胡椒までいらんかったな。きっつー。美味しいわ。最高には上手にできた。また上手にできた。天才かも。かわいい。ああ、私の動画ってみんなお酒飲みながら見てくれてるんかな。飲まれへん人がいるっていうのも、なんかコメント言いたいんだけど、ね、一緒に飲んでるって私も感覚なってんねん、実は。こうやって動画で撮りながら。明日のロームアップキャンプ場って、熊さんが多いからな、熊の衆ってやつ買っていった方がいいんかな。どうなんやろうな。でも実際熊来てよ。シャーできると思う？ギャーなるやんか。それが、わからん。これ素人の考えやんな。ほんまにクマが出た時にはどうしたらいいんやろな。死んだふりでじゃあかんらしいやんか。去年行けなかったキャンプ場全部行こうと思うな。ごめんね、食べながら失礼いたしました。だって40箇所マークしてたのに半分以上行けてないんで、ね。それ全部無料のキャンプ場で、もう事前にもう、念入りに調べて、ああ、こういうとこ行きたいな、ああいうとこ行きたいなってしたとこやから、今回は3ヶ月もあるから、全部回ります全部回ります回ります回りますよよですよごめんね。しんどいな。おはようございます。もう一日おろかどうしようか迷ってます。動かれへん。ね。もうバタバタでも動くよりも、慎重に慎重にした方がいいのよ。そう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 。いただきまーす。今日も元気に白いご飯が食べれるだけで幸せですな。食べられへん人もおるんやで、言うて。な。いや、お母ちゃん言うやんか。ほんまそう。ほんまそう。ここの休憩室で、パソコン作業させてもらってます。電源も許可得て使わせてもらってます。Wi-Fi ご利用いただけます。今日もお風呂入ってきました。もう3回目。だから今日ゆっくりそこの座敷で動画アップさせていただきました。土曜日に上がります。土曜日、8時では全員集合お願いいたします。で、700人行きました。めっちゃ早かったん、今回。500から。ズン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 って。嬉しい。ありがとうございます。これはね、もう、北海道におる間に、1000になるとも、収益化できるとも、はぁ、もう、嬉しい。1000人の時は、ライブまででへんけど、1000になる瞬間を画面収録って今勉強したんです、一生懸命。できるようになったんで。700人行きました。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。やるわ、それで。それでお伝えするわ。うん。さあ。ああ、嬉しい。頑張るー。嬉しい。お味噌汁と焼き飯。と、海食物も飾ってるの。おしゃれな感じのね、食卓にしてるんやんか。さあ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 。うん。おいしいわ。
このニラあったらまた買おう。いや、このニラまたあったら買おうって言ってもらったやつやねん。また誰かいろいろくれるかなー。農家の、してはるところ、うろうろしたりな。はぁ、無駄なく使ってると思ったらめっちゃなんか嬉しい。嬉しいっす。外食せないもん。えらい。でも、ここぞという時はするわ。うん。どういう時かわかる？ウニやんか。な？夏のウニが、夏までやねん、ウニは。うん。楽しいっす。3日間お世話になった万世温泉キャンプ場からオロマップに移動します。オロマップキャンプ場、ここで急に道が狭くなった。誰もいいんかでないしょうかな。怖いよね。見てから決めましょう。あ、もうここからガタガタ道や。着いたぜ着いたぜ。誰もいそうにない。ここの川でね、保護区やからね、捕まえないでねって書いてました。おトイレ電気つかへんねん。まあまあペンドライト持って行ったらいいけど。めちゃめちゃ降ってきた。せっかく巻きやなかったけどできへんよね、ベビーキューは。とりあえずオロマップキャンプ場に着いたんで乾杯しましょうか。あしお疲れ様です。そんなでもニュースなれへんやんか。なかなかクマが出ましたとかってさ。そのたまたまにあったら、あった時、あの、唐辛子の臭とかもう何にも持ってきてない。ここで鈴鳴らしてもあかんしな。でも、口コミを読んどったら、音を出したりとか匂いのあるもんを置いてたらあかんとかっていうにゃんか。ということはね、ここで BBQ していい匂いさしとったら余計に危ないんじゃないの。どっちにしてもすっごい雨降ってるから BBQ できひんねんけどね。木に囲まれて今日はキャンプで、キャンプってか車中泊です。な、こういうのを経験しちゃうな。うん。やっぱこういうとこの方が北海道っていう感じするよね。窓の外こんなね、もみじがちょうど私の車の上にかぶさってわさ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 ってなってるの。雨の音すごい響いてるでしょ。トイレがちょっと離れたけど昨日泊まってたとこよりは近い。うん。ただ電気がつかへんから、そんなに撮った自然の中でな、できへんもんな、車中泊な。いいでしょ。ほんまはね、ちょっとビビってる。うん。今ね、ゴーゴーってね、なんかね、あの、熊の鳴き声かなとか思って、ゴーゴー、ゴーゴーって、耳すましてていいやんか。こう川があって、向こう大きな道路なんですよ。バイク乗ってやったら。あれは怖いと思ったら、余計に怖いと思うからあかんな。冒険や冒険。冒険や、ほんなら冒険ちゃうし、こんなんな。誰か来へんかな、でも。今、そこ見た、真っ暗。せっかくなんて言ったら、クマちゃんがコンコンってしたんかなと思って、ドキマギドキマギしてる。もうそんなドキドキしながら、何やった場所変えた方がいいな。じゃあ、中学のプロじゃないわ。な、すいません。普通の人。うん、普通のおばちゃん。今外見たら、わっ。クラ。どっかも電気ないって感じ。やばい。おはようございます。16度でハイパーセント。まっちろ。まっちろ。どうします？おいちいちいます？なあ、お手洗いだけかな、ちょっとな。夜真っ暗やからな。女の子ちょっと無理かもしれない。うん。クマさん。出てけへんかったけど、外で座って、BBQ するちょっと勇気がないかなって感じ。どっか移動かな？うん。めちゃめちゃ綺麗けどね、グリーンが。ツヤツヤ。
キラキラ。いいとこなんですよね。ここで本当は BBQ したら楽しいと思うよ。夜だけ。うわ、綺麗ね。空気がすっごい爽やか、綺麗わ。ここに炊事場あんねんけど、全然綺麗よ。ここはね、意外と綺麗。ここのお水はね、地下水だから飲めません。そこお手洗い、電気がつかへんし、すごく狭いの。水洗じゃないや。